小林徳明君22歳無名の青年である。久しぶりに熊谷の町に出てきた彼は農業に未来を託す数少ない農村青年の一人。今養蚕に熱心だ。埼玉県熊谷から西へ12キロ川本村本畑は昔からの養蚕地帯。小林くんの家もそこにある。その本畑の地産共同飼育所は設備規模とも県下一を誇っている。今播州産の飼育が竹縄。当然小林くんも人一倍忙しい。仲間の小島くん最年長の26歳、中島くん24歳、みんな若い。若者たちで研究会を作り、彼らが村の近代養蚕のリーダーとなって久しくなる。朝の桑摘みが始まる。作業は能率を考え、すべて共同作業。草原は総耕地面積の 22% に満たないながらも、その収入の比率は6割に達しようとしている。大きな成果だ。こうした本畑の共同飼育の成果と優れた設備を聞きつけ、見学にやってくる人が後を絶たない。指導員は仕事の合間を見て説明に大笑わ。こうして今年の秋には最大の名誉である天皇杯受賞も有力であると、全養連の部長さんが嬉しい知らせを持ってきてくれた。明日はいよいよ農家が成長した蚕を引き取る日。仕事も受賞有力の知らせに思わず熱が入る。みんな一体となって蚕に取り組む。新しい機械に対して全く研究熱心な若者たち。こうした機械に未来の夢を託すのだろう。最後の夜、入念な見回りに歩く小林くん。蚕部屋の温度を一定に保つ冷暖房装置。いよいよ廃蚕の朝。待ちきれずに朝早くから飼育所の前に詰めかけた人たち。数百万頭の小さな生命を預かってきただけに、忙しいうちにも極度の緊張から解放された明るさが漂う。8日ぶりに静けさを取り戻した共同飼育所だが、研究会員は自立経営農業を目指して、より進んだ近代養蚕を我が物にしようと、もう勉強会を開いている。農業の中に可能性を見つけ出し、そこに情熱のありったけをぶっつけていく小林くんのような若者たちがいる限り、農業には未来がある。